名古屋です。ダニーフがあってフードスあってジエダあってアレンジもあるね。バラバラさんのお店レポートしたいと思います。どうも、ヨシイです。田中ビクトです。お願いします。お願いします。名古屋ですちょっと諸事情でね、名古屋に来ました。そしてですね、金部君、やっと行きますね。やっとです。この人の店の紹介はね、言葉で言ってますけどもまあ本当にいろんな一緒に物を作ったりいろいろした方なので、お店行けて嬉しいですよね。はい。そのお店というのがこちら、行きましょう。ついについによ。こんにちは。よー、こんにちは。いや、でかいでかい。お待ちしてました。でかいでかい。こんにちは。でかいっす。いや、その。ようこそ名前。いや、だ歓迎やめてください。歓迎。いや、もう歓迎しますよ。いや、これだから、店内だけやったらいいんですよ、はい、この名古屋駅でもやってきましょうこれ熱い。いやいや、お待ちしてました。というわけで、ボラボラの店長伊藤さんです。伊藤です、よろしくお願いします。お願いします。やっと来ましたよ。いや、嬉しいっす。もうずっと、もう念願です、お二人がこうしてお店に来てくれる。いや、僕たちもそうですよね。はい、念願の念願ですよね。インスタではね、もちろん見ますけど、うん、来たのはね、やっとです。すいません、狭くて。いや、はい、それ結構ね、伊藤さんが狭いって言うけど、はい、いや、でもサービスがすごい。いや、開いてみたら全然見やすいね。もっと俺狭いと思ってました。はい、いや、ちょっと待ってください。いやもう名門塾みたいになってるから、はい、いや なんとか大学合格みたいな。いや、昨日閉店後に残業して作ってた。残業するもんじゃないですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、もう本当に名古屋を楽しんでいただきたいなっていうふうに。まあ、先ほど、はい、看板のブランドのラインナップ見ましたけど、はい、激アツ店ですね、これは。いや、ありがとうございます。もう皆様のご協力で、なんとか、はい、20年やっております。20周年ですよね。はい、そうなんですよ。今月の末で。うーわ。はい、20周年です。まあ、ちょっとそこら辺の話もね、後で深く聞きたいんですけども、はいはいはい、今日はですね、はい、お店、はい、ボラボラ、お店レコードもっとおしゃれな方がいいか。ファッションチャンネルな。というわけで、ボラボラさんのお店、レポートしたいと思います。まずですね、パッと入って、これ僕が着てる、大陸のロンティー、はい、タイダイのね、これ2色の。いや、これあるって、もうラッキーラッキーですよね。このマウンテンにも合うじゃないですか。はいはいはい。合うし、これも僕一着で普通に、うん、これだけで着てたりもしますし、はい、意外とね、合わせやすいんですよね、うん、このタイダイの色って。結構もっとね、激しい色とかやったらね、使いづらいですけど、はい、どうですか、こう伊藤さん、これって。いや、やっぱりこれ、大陸の T シャツ持ってる方絶対分かると思うんです。まず着やすいじゃないですか。そうですよね。あとやっぱり吉井さんがめちゃくちゃ似合ってるんですよ。吉井さん見ると、実は僕もこれ、押さえてあるんですけど、まだ着てないんですよ、はい、もったいな。明日から着ようって思う。もうこの着方しなさい。単純に似合ってるし、なんか人が着てるとよりなんか着たいなって。着たくなりますよね。なんかだからスタプレの上持ってる人とか、はい、それこそキューバシャツジャケットみたいなもん、はい、昔の大陸持ってる人とか全然誰か関係なくアレンジとか綺麗めでも合うと思うし、うん、で、やっぱりね、この方って大陸のその言った刺繍ロンティー持ってる人だったら分かるんですけど、最強の着丈、うん、ちょっと脱いでみます。これ見てください、うんうん、この着丈で、この肩がここまで落ちてる、このちょうど注射打つところ、はい、この筋肉注射打つところが肩幅なんですよ、はい、で、ここからの袖丈のこのたまり具合、はいはいはい、これちょっとここだけ見たらもうすごいデカティに見えるけど、着丈がちょうどいいっていう、うん、で、刺繍ロンティー皆さん結構持ってますよね。はいはいはい。いや、これも一着持ってた方がいいって俺は思いますね、うんうん、僕はね、この柄が、はい、このタイダイがもう着やすすぎて、この俺パックティーも買ってますから、金目くん知ってると思いますけど、買ってました。で、俺は2色買いしようとしたんです、これね、この2色買いしようとしたんですよ、これとこれ、はいはいはい、ね、
紹介しようとしました、はい、でも金目君知ってますよね、はい、あのうちは、前職外ダメっていう家族ルールになりまして考えました、抜け道考えました、はいはい、ああこっち来たけりゃこれ買えばええんやと。あ、なるほど。でこの2色入ってるパックティー、もともと2色だから、そうで、それでも怒られそうやったから、はい、これ奥さんキーやと、これこっち来たらええやん、プレゼント俺持ってるし、プレゼントして俺はこっちを手に入れたっていう。でもね、こっちの色はこっちの色で、はい、僕大陸の白のスカジャンあるやんか、はいはいはい、それに合わせたりしてるから、うん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 、あと今伊藤さんが着てるあのセットアップ出た、これね、この動画でね、そう、はい、そうそうそう、ちゃんと被ります。そう、でもこれも金目くんが、はい、あ、このタイダイ入れたらまとまるんじゃないですか、はいはいはい、俺はいや、この色的に結構ガチャガチャするんちゃうかなって思ったけど、うん、やっぱ岡本さんの色使いっすよね、うん、吉井さん似合ってますね、ピンクのね、これ着て、あ、ほんますか、可愛かったです、すごい。このやっぱモスグリーンといいますか、このグリーンとやっぱ合ってたなと思って、だからこの俺タイダイはね、うんうん、めちゃくちゃおすすめやねんな。で、あとね、はい、まあ、ちょっとまず大陸からいきましょうか、はい、もう大陸 ね、好きな人このお店絶対チェックしてますもんね、絶対チェックしてるやろ、はい、でサイズ感が分からない人多いと思うね、あ、この、はいはい、僕は171cm 中肉中背62キロの人間なんですけど、はいはい、伊藤さんも身長一緒ぐらいですよね、一緒ぐらいですね、だからちょっと小柄男子は大陸のもう全般 M で大丈夫です全般 M で大丈夫 で僕はこのパーカーちょっと広げてもいいですか、はい、もちろんです。これは僕スウェットパンツを買ったんですけど、はい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 、はい、これね、あ、これだ、かっこいい、正直このダメージ、そう、ね、ちょっと洋紙加工が入ってるんですよね、うんうん、これ動画じゃ見づらいかもしれないんですけど、うんうん、でここにダメージが入ってたり、単色じゃないんですよね、そうなんですよ、うんうんうん、いやパーカーなんて世の中に腐るほどあるんですよ、うんうん、はいはい、もうなんや、どこどこの量販店や、はいはいはい、どこどこのメゾンブランドや、はいはいはい、アイブランドもそうですよ、パーカーなんかいろいろありますけど、まあかぶらへんまずまあかぶらへんし、あと綺麗めスラックス、はいはいはい、タンスに眠ってる人はこういうの買った方がいいと思うんですよ、うんうんうん、ちょっとこれで外せるというか、うんうんうん、綺麗めに合わせたらかっこいいですね。でダメージは入ってるけどシルエットは綺麗っていう、はいはい、最強のパーカー、うん、紫自体もいいけどね、はい、かつタロンジップね、タロンジップね、古着マニアの小鴨さんのこだわりタロンジップ、サイズは M ですかね、これ M です、はい、伊藤さんが店員っぽくしての初めて見た、はい、いつもいつもやってます、確かにいつもここでこうやって1本の動画撮ってる、伊藤さんが店員ってイメージないですね、これどうですか、ちょっと自分でも見ていい、いいですね、あ、めっちゃいいやん、これね、やっぱもう T のスラックス僕履いてるんですよ、これ、はいはいはい、別にどこでもいいんですけど、自分の、ちょっとゆったりジャストサイズスラックスに合わせてもらったら、はい、これは僕の中ではジャストなんですよね、はい、このちょっとゆったりして、うん、ウエストもこんな感じのちょっと余裕ある3本ぐらい指入る、これ多分又吉さんも買ってたんちゃうかな、へー、セットアップなんか T シャツにパーカーにスウェットパンツでもなんか決まっちゃいそう、うん、いいよなこれ、うん、だからこのちょっと、まあ、僕子供いるんで、はい、子供と公園行ったりしたら、はい、結構汚れたりするんですけど、はい、もう通常で汚れてるから気にならへんというか、うんうん、汚れが気にならへんというパーカーで、しかもおしゃれっていう、これいいっすよね、ここはパワープッシュですね、俺のありがとうございます、パワープッシュ、パワープッシュで、このパーカーもそうですけど、ちょっとパーカーはっていう人はスウェットよね、 あるのか、そうか、スウェットもあるんですもん ね、 そうスウェット、うわいいっすね、マッタヨシさんスウェットやったかな、だからスウェットもいいな、いいよな、はい、いいに決まってんねんこんなで俺このこれ系のスウェット結構持ってるやんか、はいはいはい、あー、はいはい、グレーのやつだ、そうグレー、もう形は申し分ないから、うんうんうん、やっぱこういうだからちょっと、うん、色落ちしてるデニムとかやったら、うん、めちゃくちゃ古着テイストに見えるけど、はい、見えるけどシルエット綺麗やから、はい、まあでも大陸はもうすぐ売れるでしょいやもう2人とも大陸好きすぎて、カメラ回る前にもうずっと大陸があれ何買ったとか回ってないのに、次のシーズンの話まで愛してるから
何つけました前回とかもういや愛すべき代理店愛すべき代理店やっぱ何個かあるやん愛してるブランド、はい、その中の一つが代理店、ね、そうですよね。だから僕らの中は代理がつなげた、はい、いやもうまさにそうです、ね、だって、はい、ほんまに一緒っすもんね。だってこれも俺持ってるし、はい、今日着てるマウンテンパーカーも持ってるし今日あのバッグ間違えて持ってクーダス、ね、クーダスのバッグ背負ってたんですけど本当に似てますよね。そうなんですよ、趣味思考は。一回ねあのここ来る前に一回うなぎ食ったんですよ。ごちそうしていただいて。どんなうなぎかっていうのはこちら、はい、そう、そこで2人ともね言ったらロケするからもうコロコロ持ってね、でカバンを置くとこないから、まあ伊藤さんの横で僕がかけたショルダーのカバンを置かされて置いたら、そのカバンクードスが全く一緒なんですよ。で会計行く時に俺のカバンしようとしてたからちょっとやめてくださいっていうぐらい持ち物が一緒なんですね。本当に素で間違えちゃいましたね。わかる。まあそんなだからそんな方のお店なんて吉井さんもたまんないっすよ。たまんないっす。たまんねえな。本当に趣味しか。吉井さんが店やったらこんな感じですもんね。絶対そうやろ。この勇気橋本さん。はいはいはい。かっこいいなこれ。これいいっすね。本当に。俺やっぱパッチワーク大好きやからさ。女の子が来ても可愛いですよね、はい、今年結構やっぱりベストとか多いですね、まあ、多いですね。確かに、まあ、いろんなベストあるじゃないですか、うん、ニットからテイラードのベストとか、うん、でもなんかいろいろこうベストってなんかどのアイテムでも合わせやすいというか、うん、はい、中ロンティー着ても可愛いですしね。そうです、はい、なんでサイズ感これどんなもんですか。それでいいっすね、デカめの M ですね。デカめの M、 デカめの M、 ゆうき橋本やっぱりちょっとサイズ感コンパクトなもの多いんですけど、うん、これは割とデカい方ですね、うん、クリーンな感じですけども、なんか大陸のこういうロンティーとかと合わせてもらうと、まあ割とちょっとアメリカっぽい感じでもいけますし、小綺麗なスラックスに革靴でも全然いける感じですか。金見君着てみる。あ、いいですか、うん、あ、似合う。どんな。あ、めっちゃ似合う。かっこいいですかね。これってタッパある人の方が似合いそうじゃないですか。似合う似合う。やっぱかっこいい。丈が長いから髪型にも合ってますよね、うんうん、あ、めっちゃいいやん。いいですね、これかっこいい。ノースリーブで夏着るのもね、はい、意外でいいかもしれないですね、はい、いい足元でいうとこの靴もね、うん、ちょっとスニーカーかわいい。あ、かわいい。これいいっすね。アメリカのアーティクルナンバーっていうシューズブランドとコラボレート、うんうん、はい、中と、はい、ソールの裏が真っ赤からこれがかわいいですね。うん、で厚底というよりコバが張ってる、ここがぼってりしてる、うんうんうん、この感じが独特で、うんうん、いい、はい、なんでちょっとコンバースのチャックテーラーで物足りない人なんかにはすごい、うんうん、はい、履くと普通にかっこいいです。テーラードセットアップからもうデニムまで幅広くっていう感じですかね、うんうん、かっこいい。これ、そっか、クードスもあるんですもんね。そうなんですよ、クードスがある。好きなもうバカだな。でだそれこそこれはボラボラさんで買いましたから。ありがとうございます。ありがとうございます。で、なんやったらそのこの色だけ欠品してたりしますもんね、はい、そうなんですね、やっぱ人気なんで。この色人気ですよね、はい、俺もやっぱ3色買いしようとしたけど、1色選べたらこれでした。なんか伊藤さん的なんですか、これが見てくれって、うん、こんだけ商品ありますけど。ここでしょうって。うん、なんか。ジエダ。あ、ジエダね。ちょっとジエダもやっぱり納期が早かったので、今これだけしかないんですけど。あ、もうないんか。そっか、ジエダもあるんですもんね。はい、今週末からあのポップアップやります。いや、嘘みたいなセンスショップじゃん。何色があって、はい、クードスあって、ジエダあって、アレンジもあんねん。そうだ。もう吉井さんのお友達の、僕たちが好きなのばっかり。はい、でこれだけじゃない、ブルーキャンプもあるの。え、そうしたっけ。お、嘘みたい。そっか、うわ、このシャツいいねんなとか言いつつも、まあまあまあちょっとすごいな。地枝ですよ、はい、覚えてます、展示会で俺が買うか迷ってた。おこれね、キクノブさんでもね、はい、置いてますけども、あ、かっこいい。え、さあ定番の、はい、加工デニムですかね。はい、かっこいいな。え、ちょっとフレアなってる、なってないですか。そう、あ、緩やかな、はい、セミフレアの色ですかね。はい、いやー、でジエダってね、結構さあれやけど、これぐらい有名なブランドやったら、はいはいはい、まあ、T シャツ14,000円、18,000円、うん、値段上がってきますしね、まあ、21,000円、うん、とかじゃないですか、はい。ジエダのさ、T シャツが9,000円やね。あ、そっか。で、タックスインで9,900円、ね、1万切ってるな。じゃあジエダこれは買って後ってなると思うんだよな。だってデザインもかっこいいし、言ったら
この形もさ普通の T シャツじゃないやん。いいですよね。そうだ、着丈もちょっとさ、はいはいはい、うまいこと短くして、でじゃあ肩幅結構落とすんかって、そこは大陸との違いというか、はいはいはい、僕肩幅44なんですよね。171で肩幅44、はい、袖だけ60なんですけど、うん、大陸の場合やったらハンコ注射の位置じゃないですか、はいはいはい、でもどうやろうな、これやったらもうちょい上、注射の上、うん、なんかあのまあみんなわかると思うんですけど、あの長谷部がキャプテンしてた時のあのキャプテンマークの、いや俺はわかります日本代表の長谷部がキャプテンやった時のキャプテンマークの上ぐらい、長谷部若干上のをつける、若干上の肩幅だけでも、はい、好きなブランド大陸とか自衛だって言ってるけど、はいはいはい、それでもちょっと表情が違うんよね、うんうんうん、こういうとこからジエル入ってくるんですよね、うん、あれ1万切ってる T シャツだって言って、うん、そっか買いやすいですよ ね, こうね、だからこれ置き方もうまいね伊藤さんのあこういうセレクトショップ行ったら服高いんだろう、あ1万 T シャツで1万超える1万5000円だみたいな諦めかけて、ね、もう諦めて、意外とここ売れるんですよ、ここで止まるんですよ、ね、ここかっこいい、これかっこいいのってまあでも高いだろうな、9000円で多分やってんのよ、バレましたね戦略だからあれよな、そのタコを取んのと一緒よな、タコ壺でこう奥に餌をやって引き寄せて、もう出られへん、まあ、タコ壺作戦、なるほど、で麻痺してくるからどんどん代官山王よく行くよ、ね、はい、そこでやってるカイコがあるんだよね、そうなん、僕もホームページで、あれカイコあると思います、だって王のブランドでしょこれ、そうなんですよ、ただもう解雇できた時に、うん、まだ全国で、あの王だけのエクスクルーシブブランドだったんですけど、はいはいはい、もうあのアポなしであの王に来まして、ほう、あのオーナーさん、たくさんに、吉田たくさんに、はい、あの名古屋でお店やっておりますと、ぜひ解雇をうちで置かさせてください、もう直談判して、であの一番初めに解雇が、卸になったのが、まあ、1号一発目ですね、はい、それこそだから東海地区に住まれてる方が東京にまあちょっと行かないんですよねって人が通販で買う前にここでサイズ感を知って、じゃあもうここで買っちゃおうかってなりますもんね、はい、吉田さん、このベルトいくらだと思います、これ8000円です、そうなんですよ、結局こういうドメブランドを買ってる方も大陸の T シャツ着てプッとベルトを見ると学生時代の高校生、うん、中学生とかしてた、ね、うん、ちょっとボロボロのベルトとかしてると、はい、いやこれがやっぱり 2,3 枚しちゃうとどうしても、うん、じゃあ洋服の方が欲しいよねって言うんですけど、いや大陸の T シャツ着ててベルトはそれだったらもうこれは絶対、うん、もう逆に洋服よりも5年10年さらに使えるんで、はいはいはい、使えるんですよね、10年使える、はい、好きないですけどもちょっと気になった方はね、まあ、新幹線名古屋駅あったらそこから10分ぐらいで来れますもんね、電車乗り継いで、はい、ぜひぜひ、結構アクセス、それぐらいアクセスしやすいお店ですよね、はい、まあ、一応、はい、名古屋の中心なんかめちゃくちゃ栄えてる場所なんですね、はい、全然土地勘が、まあ、一応名古屋駅と栄地区っていう中心の町になります、うんうん、というわけで、ボラボラ紹介編は以上でございます、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。